日吉雄太衆議院議員、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました国民民主党衆議院議員の日吉雄太でございます。もう今葛飾先生が熱い、訴えをされました。私も言いたいこともほとんど言っていただいたのかなというふうに思っておりますけれども、少しだけお話をさせていただきます。アベノミクス景気回復、こんなことも言ってましたけれども、とっくの昔にもう忘れてしまった、こんな状況です。で、本当に景気回復してるのかな、こう思った人もいないでしょう。そんな中でですね、実質賃金の伸び率がマイナスであった、こういった中で消費税を増税すれば消費が冷え込む、こんなことはもう当たり前なことです。葛飾さんがおっしゃってましたけれども、返すぐらいなら本当にですね、増税しなければいい、こういうことです。そして何よりもですね、多くの方が10円20円というですね、お金を少しでも使わないように切り詰めて生活している中でですね、いきなりこう増税ということで強制的にですね、物価を上げるようなことがあればですね、本当に生活されている皆様が苦しんでいく、こんなことは明らかなんです。それをですね、救うためにも、皆様のためにも、私たちはこの増税中止、これを必死に訴えてまいりました。10月から上がると言われておりますけれども、最後の最後までこの増税阻止に向けて頑張ってまいりたいと思います。私たち、野党、今葛飾さんもお話ありましたけれども、統一会派を結成いたしました。これまでも野党共闘で、この安倍政権に対峙してきましたけれども、これからますますですね、協力し、この安倍政権を退陣に追い込むために全力を尽くしてまいります。どうか皆様方のご支援、心よりお願いを申し上げます。消費税の増税ストップ、そして私たちの暮らしを守る、生活を守る、国民の皆様の生活を第一に考える政治を実現するために全力を尽くしてまいりますことをお約束いたしまして、私の消費税 10% 増税ストップの、激励、そしてご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。国民民主党、日吉雄太衆議院議員でした。ありがとうございました。